10回目にふさわしいゲストの方をお呼びいたしました。望月優太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。採用される方が実際にどういうポイントを見てるのかとか、選手がこれから伸びるなって思うポイントって具体的にどういうポイントなのかって、こういう映像を上げたらちょっと目引くんじゃないかなっていうポイントを、自分のいいプレーを上げるっていうところ、まあ、それはそのままでいいと思います。まあ、実は満遍なくいろんなプレーがあると実は持ってる、なんだろう、そのポジションによって大事にしてるプレーっていっぱいこうあると、同じようなプレーって実はあんまり見たくない。あ、だからラインブレイクのシーン、例えば3シーン4シーン5シーン上げられても、映像を作る人も、まあ、選手もやっぱり相手の気持ちになって作ってみるっていうのが非常に大事。見てもらう人たちに対してなんかこう、その選手もうちょっと見てみたいなと、うん、全部出し切っちゃうんじゃなくて、こう誘うような、やらしくできると俺は一番いいと思ってるんだよね。こっから先は有料版ですみたいな、そういう、そうそうそうけど、やっぱそれは東芝ならではのなんかこう見るポイントとか文化みたいなのとかってあったりするんですか？まあ、もちろんそのうちのチームで鍛えたら強くなるよねっていうポイントは絶対見てる、うんうん、で、まあ、正直そういう意味でタフな選手、うんうん、もう実際のところはもう本当にこう今現状スキルとかはそんなにレベル高くないよね、うん、ラグビー選手としてすごいレベルが高いかって言われると、うん、そうでもないよねっていう選手であっても、けどこの選手すごく愚直にいろいろやってんなとか、身体能力やっぱり高いなとか、うん、めちゃくちゃ不器用だけど身体能力高いなとか、まあ、そういうところはすごく見てて、うん、こういう選手だったらうちに来て、コーチングスタッフに教えてもらって、でやっぱりこういろいろ文化も含めて、叩き込むわこのレベルまで行くなっていうある程度の予想は立てた上で、採用はしてるようにしてる、まあ、してるんで、